こんにちは。障害者職業総合センターの春菜です。本日は難病のある人の就労支援、特に賃金のある雇用支援について、難病対策、障害者就労支援、両立支援といったトピックと合わせてお話しします。もともと難病対策は医学研究のプロジェクトですが、40年の研究の結果、新しい原因不明の病気が次々と見つかって診断治療が進みました。 しかし、なかなか根治治療にまでは至らず、長期に治療を続けながら暮らしを送る人が増加してきました。その結果、長期にわたる高額の医療費や治療を続けながらの就労を含む暮らしを支えていくことが重要になって、4年前に難病法が新しく施行されました。難病の就労問題というのは、こういう医療の進歩に伴う課題で、 先進国に共通しています難病のある人の就労問題の典型的な状況としては難病の治療をししてていくと結構体調も安定してきたそうするとご本人も特に職場の配慮も必要ないと思って普通に復職や就職となるんですけれども結局治療と仕事の両立が難しくなって仕事を辞めるということを繰り返している人が結構いらっしゃいます。 最初は軽症だから何とかなると本人も支援者も軽く見ていたらなかなか安定した仕事につけず貯金を切り崩して体調も安定せず生活破綻寸前のようになって初めて支援機関にいらっしゃる方がいらっしゃいたりその一方でもう社会の理解とか仕事とかは無理だと絶望してしまうような方もいらっしゃいますこういうことがこの10年くらいで患者さんや 医療機関の方とか、ハローワークとか,からも課題として認識が広がってきました。ただ、こういう状況は必ずしも正しく認識されていません。よくある誤解は、難病なんだから働けなくて当たり前というものです。しかし、難病のある人の就労問題というのはそういうものではありません。実際には、多くの難病のある人は、普通に就職活動すれば就職できる人が多いんです。 しかし治療と両立しながら働き続けてキャリアアップもしていくためには仕事内容や職場の理解や業務調整などの配慮が不可欠なんですけれどもなかなか相談先もなく苦労される方が多いということが問題なのです。少しややこしい図ですがこれは難病のある人3,000人ぐらいの就労問題をより詳しく分析したものです。 働きやすさ、治療と仕事の両立、職場の人間関係やストレス、事務仕事、離職等、あらゆる職業問題に全身的疲れやすさ等の体調変動という特徴が一番の要因になっています。つまり、難病のある人が仕事で困る状況というのは、まさに難病が完治しない慢性疾患だからこその特徴で、 これはこれまでの固定した後遺症による障害とは全然違った状況だということが明らかになってきました。ただ、このような職業上の問題を軽減するために何が必要かというと、休日、休憩、通院等の条件の良い仕事内容、通院、体調管理、疲労回復に十分な休日があること、上司や同僚の病気や障害の正しい理解といった そんなに特別ではない取り組みや配慮だということも明らかになりました。じゃあなぜ現状で就労問題の訴えが多いのかというと現状ではそういった職場での理解や配慮を得て働けている患者さんが少なくてだいたい3割程度しかいらっしゃらないからなんです。こういう治療を続けていれば普通に暮らせるけれど 体調が崩れやすいのでなかなか安定した仕事が続けられないという状況が多い難病患者さんは、いわゆる支援制度の谷間ということに陥りがちでした。生活を支えるのは福祉ですが、障害認定基準というものがちゃんとあるんだから、それでカバーされれば障害だし、カバーされないなら障害者ではないんだけども、病弱、社会的弱者ということで、必要に応じて生活保護などがあると。 まあこれまででそうでし,たしかし障害の考え方が国際的にも発展する中そういう健康問題に起因して社会的支援が必要な人がいるんなら障害として支援していこうというふうに認識が変わってきましたただこれは難病患者を障害者というレッテルで特定の制度やサービスに当てはめるという発想とは違います 病気や障害があるといっても別に同じ社会で学校、仕事、家庭生活など普通に暮らしを送りたい同じ人たちじゃないか。ただ同じことをするのに個別に配慮や差別是正が必要な場合があるだけじゃないか。さらにある状況では問題がないんだけどもある状況では大変苦労するという生活環境によって変わってしまう障害状況も含めて 個々の困りごとに、個々に配慮とか支援をしていこうということになってきました。こういうわけで、障害者雇用促進法でも、一番基本の第二条の障害者の定義は、従来からの障害者手帳の認定がある障害者だけではなく、これまでは単に病弱とされてきた難病患者も、障害者として支援対象になって、 職業リハビリテーション全般や障害者差別禁止や合理的配慮提供義務の対象になって、就労系福祉サービスも利用できるようになっています。ただ、法律の第37条の障害者雇用率のカウントの対象になる範囲は対象障害者といって、障害者手帳を持つ人に限定されています。地域の様々な専門職は、 まあ広い意味でこの職業リハビリテーションの当事者なんですけれどもやはり障害者雇用率の対象にならないと就労支援はできないんじゃないかというふうに疑問を持つ方が多いんではないでしょうかそこで次に障害者就労支援と難病就労支援の関係です障害者就労支援というのは総合的なもので我が国も 最初はヨーロッパ型の医学モデルを中心とした雇用率制度。北欧型の社会的雇用的な福祉工場や特例子会社などから始まって、1990年代後半からはアメリカ起源のジョブコーチ支援などの援助付き就業、サポーテッドエンプロイメントを集中的に導入して、ハローワークのチーム支援とか、 障害者就業生活支援センター事業なんかも含めた地域支援体制を構築してきました。さらに2016年度からはこれもアメリカ発祥の障害者差別禁止合理的配慮提供の義務化と総合的な障害者就労支援制度に発展してきました。まず、障害者雇用率制度。これは 現在の国際的な考え方としては、例えば女性管理職を何パーセントにしましょうというような数値目標を掲げたアファーマティブアクションの制度です。障害者手帳を持っている障害者の失業率の水準を健常者と同じレベルにするという国としての数値目標を掲げて事業主にその数値目標の達成を義務化しているものです。 難病のある人の3分の1は身体、知的、精神障害なんかで、障害者手帳制度、雇用率制度の対象なんですけれども、就業率は雇用率制度によるものを含めて、同性、同年齢の半数未満になっています。現在、企業の立場からすると、身体障害者の定年退職が増加して、決められた数字目標に足りないところも多くなってきて、 そうすると、障害者求人も多くなるわけで、近年、障害者の就職活動は売り手市場になっています。こんな状況で大きな問題になっているのは、障害者手帳の対象にならない難病患者さんを、まあ、でも、障害者だから、と言って、障害者求人に紹介したり、障害者集団面接会に参加させるだけの支援になってしまうことです。 障害者手帳のない難病患者さんは、体調のいい時に普通に就職活動すれば、就職自体はそんなに困難でないことが分かっています。しかし、そんな人でも、障害者求人に応募すると、障害者手帳を確認すると、その段階で不採用になり、なりやすいんです。まあ、もちろん、その雇用義務とは関係なく、障害者求人を出される事業所もありますので、一概には言えませんけれども、こういう逆差別が起きやすい状況というのは、 典型的に難病就労支援が失敗する状況になっています。第二に、障害者差別禁止、合理的配慮、まあ。アメリカは障害者雇用率制度はずっとなかった国なんですけれども、その代わりに、まず障害のある人も職場で活躍できるように配慮や調整をすることを企業の義務として、それで仕事ができるんだったら、 就職だとか処遇で差別してはいけない。配慮していないのに問題があるだとか、能力を過小化、評価するのは障害者差別だというそういう発想の制度です。こういう発想が平成28年度から我が国でも制度化されたということです。実際、難病患者さんには障害者として特別な処遇を求めるわけではなくて、 ただ仕事と治療の両立をするのに、こういった職場の理解や配慮が欲しいという人が多いんです。厚生労働省も職場の問題解決に役立つ具体的な配慮のヒント集になるようなものを出しています。この法制化によって、これまでよくあった障害とか病気とか 配慮が必要だとか、そういう説明するだけで門前払いするようなことが差別として禁止されるだけでなく、そんなときむしろ企業は本人とよく話し合って必要な配慮をして能力を評価発揮してもらった上で公正な評価をすることが求められます。支援者としてもそのような企業の取り組みを応援することが必要になっています。なお、これは 障害者手帳のない難病患者さんが一般求人に応募して理解や配慮を求めた場合でも当てはまります。三つ目の社会的雇用。よく重度障害者は福祉の場でと簡単に言われますけれども、国連の障害者権利条約では、そういういわゆる福祉作業所っていうのは賃金だとか処遇の面で差別的だというふうにされていて、 重度障害があってもちゃんとした給料を払える雇用関係にするためにもっと企業関係への観点を重視する必要があるんじゃないかとかですね。世界中で課題になっています。我が国の障害者総合支援法でも作業所という形態をなくして就業継続 A 型、B 型事業所や就労移行支援事業所が整備されているのはその流れに沿っています。 最後の援助付き就業サポーテッドエンプロイメントモデルは、まあ、一番現代的な就労支援モデルで障害や疾患のある人の職業生活というものを当たり前の一つの生活人生場面というふうに捉えて個々の生活場面での課題に沿って治療、暮らし、就労の複雑に絡み合った課題に対しても 様々な職種や機関が持ちは持ちわで連携しながら個別的継続的に支えていこうということです。現在の我が国の様々な地域の支援機関の取り組みがこのような就労支援モデルによるものです。就職前から就職までの本人と職場を支えるジョブコーチ支援や 日常生活と職業生活を一体的に支える障害者就業生活支援センター事業。障害や疾病がある人の職業相談とか職業紹介を担当するハローワークや職業準備支援なんかを行う障害者職業センター。さらに地域の様々な分野の関係機関、職種との連携。特に精神障害者では地域の精神科医療機関と連携した 継続的な支援体制も重要になっています。ただ、こういう地域の支援体制というのは、なかなかあの外部からは何をしているのかわかりにくいものです。こういう地域支援体制は、顔の見える関係とか、インフォーマルな多職種チームで成り立っていることが多いんです。ただ、これだとなぜかあの地域はうまくいってんだけども、この地域ではうまくいかないみたいなことが多いので、 現在ではもっとフォーマルな連携の形も作られていて、ハローワークを中心として、就職前から就職まで支えるチーム支援などがあります。また、難病患者就職サポーターは、障害者就労支援と難病対策をそれぞれのネットワークをつなぐ要として期待されています。難病対策の基本的方針でも、 こういう総合的な就労支援の方向性が示されています。今後、さらに難病関係者とか、障害者就労支援関係者の間でのビジョンの共有とか、役割分担、連携の検討が必要になっています。それでは残りの時間で、より具体的な地域支援体制の課題についてお話しします。 難病の治療の進歩で命は助かったものの症状が安定しなくて治療も生活も就労も困難でこれだとやっぱり普通の暮らしは無理かというのではなく現在難病対策の次のステップとして難病のある人と雇用する企業の両方を地域の医療機関、産業保健職、難病相談支援センター、福祉、ハローワーク等で支えていくということになっています 社会全体で取り組めば治療は安定できるし、本人は仕事で活躍もできるし、また会社も優れた人材を確保できる。生活保護じゃない生活も可能になるし、子供の頃から病気の子供と家族も将来の希望を持てる。そういう一石二鳥三鳥四鳥の新しい時期支援の話です。少し前だと、 仕事に就くと治療との両立が難しくなるので、就労は治療が終わってからというのが普通でした。病気を隠して一般求人に応募というのも多いんですけれども、それも本当の問題解決にはなっていません。現在時代が大きく追い風になって、職場と医療機関がこれまでの縦割りを超えて治療と仕事の両立支援に取り組み始めています。 難病患者の治療と仕事の両立の相談に対しても、本人が自信を持って様々な課題に対処できるように、具体的にどうやって仕事の場面で治療が両立できるのか、職場でどう調整してもらうのか、どんな仕事なら無理なく活躍できるのか、など、具体的な課題をクリアするための支援が重要になっています。よく、難病で無理なく働ける仕事なんてあるの 福祉的就労でも短時間での週3日のが限界なのにという話があります。しかし難病のある人に無理のない仕事とは仕事の負荷と回復のバランスが問える仕事ということで具体的には身体的に無理がない比較的休憩が自由に取りやすい疲労回復が十分にできる勤務時間や休日通院のための業務調整が可能ということで 実は現在の日本で普通に多いデスクワークの仕事だとか、あるいは女性に多かったりするんですけれども、パートの短時間の勤務の仕事で、実際こういった仕事が難病の人が一番多く働いている仕事になっています。難病のある方の職場定着支援は、治療と仕事の両立支援が中心になります。 仕事を一日に制限するのではなく、あくまで仕事と休養のバランスなんです。まあ、誰でもバランスは重要ですけれども、難病のある人では特に重要だということです。現在、癌や慢性疾患の治療中の人が社会の中で苦痛になっている時代で、治療と仕事を両立しやすいように社会全体で支えていこうというふうに時代が大きく変わってきています。 職場での啓発も本格化しています。そこに、ガーマはわかるけれども、難病は違うんじゃないというのではなく、両立支援の課題は同じだよということで取り組んでもらうことになっています。厚労省も医師会や経団連とも調整して、治療と職業生活の両立支援ガイドラインを出しています。 難病は個別性も大きいので、主治医、担当医と産業医、職場のコミュニケーションが不可欠ですので、そのための手続きとか様式なども整備されています。特に難病のある人で体調変動が大きい場合は、職場全体でオープンにして業務調整したり、体制を整えることが重要だということが分かってきています。病気のことを上司だけが知っているとか、 その都度上司や同僚がカバーするとか、一つとびに配置転換ということでは、本人も職場の迷惑になっている、監視に追いやられたと感じて、それで離職につながりやすいですし、休暇だとか、通院などが多くなってくると、やっぱり職場で対応しなくなったりします。こういう職場全体での業務調整というのは、 子育て中の従業員が多い職場では一般に行われていることも多く、もともとお子さんが熱を出したとか、学校行事があるとかで突然休むことになっても、チーム担当制とか、引き継ぎを意識した仕事の進み方などが工夫されています。そういう職場では難病でも特に症状が安定しきれなくて、急な病欠があるような、そういう方でもあまり目立たずに普通に仕事が続きやすい。 ということもあります。合理的配慮とか、障害者差別禁止とか言うと、企業の方は身構えてしまうことも多いんですけれども、実際に難病のある人を雇用している企業のお話を聞きますと、合理的配慮というのは、本人と話し合って働きやすく、長く活躍してもらうための工夫とか調整のことで、まあ、子育て中の方の雇用管理と同じく、 体調変動に合わせて無理なく通院ができて休日が取りやすいというようなそんなに特別ではないことで働けるようになるのが難病の人たちです日常的なやりとりとか個別的な申し出で職場の中で理解を深めてお互い様の人間関係が基本になってきます症状が外見からわかりにくい中本人の体調管理を基本としながらも 本人が頑張りすぎないように職場側から積極的に声かけするというようなこともよくやられています。差別禁止というのも本人の能力や経験適正をまず確認して職場の仲間としての公正な能力評価と処遇を行うことで企業として当然のことにすぎないというふうに考えられています。また、 本人側への助言としては、疾患自己管理だとか、服薬の調整、さらに職場で治療と仕事を両立させるための具体的な対処スキルなんかも重要になっています。例えば、せっかく職場で配慮されていても、本人が、私は難病ですから、あれできません、これできません、ばかりでは、やっぱりすぐに職場に居づらくなってしまって、結局それで辞める人の も多くなっています難病でできないことがあるのは当たり前にしても、そういうできないことにこだわらず、上司に相談するなどして、職場で自分が何で貢献できるのかということを、まあそういう、相工夫していきましょうとか、あるいは逆に、その、みんなが忙しそうにしているのに、自分だけ早く帰りにくいということで、結局、体調を崩すような人も多くいらっしゃいます。 自分の体調管理を最終優先にすることが結局職場のためだということで、それは確実にやっていきましょう。でも職場でのお互い様の関係も意識して、まあ、自分が調子のいい時には職場の仲間が困った時には手伝うようにするだとか、当たり前に帰りますではなくて、まあ、少し感謝のとか気遣いの気持ちを示すだとか、まあ、結構こんなことが治療と仕事の両立には大切なんですけれども、 患者さんは試行錯誤で苦労されておりますので、そういった簡単な助言も役に立ちます。まあ、こういう人間関係が苦手で、で、問題が起きているようなこともありますので、まあ、そういう場合は、あの、発達障害者への自己理解への支援なんかも、あの障害者就労支援の分野ではあります。難病患者さんの就職活動の支援ニーズについて、 障害者求人に紹介するだけがハローワークの役割だというふうに思っていると、障害者手帳がないと何もできないように思います。しかし、実際の難病患者さんの就職活動に必要なのは、若者とか女性だとか高齢者だとか外国人と同じく、一人一人にあった、例えばデスクワークの仕事だとか、短時間の仕事に、就職できるように支援してほしい。 まあ必要ならパソコンだとか資格取得の職業訓練も受けたいというようなことなんです。そういう支援ニーズを明確にすれば、あ、それはハローワークの仕事だねというふうになりやすいようです。企業の立場からしても難病を理解して雇用してくださいと言われても困ってしまうけれども、この人は求人内容にぴったりの人です。ただ仕事で活躍するのに 調整だとか配慮が必要で、ほんと少しの調整だとか配慮をしてもらえれば、活躍して長く働いてもらえますよ。ということなら、現在人材の確保が難しい企業が多い中、理屈としても員長としても理解できるという企業担当者は多くいらっしゃいます。基本は一般求人への応募になりますので、本人の仕事の適性とのマッチングをしっかりして、 難病ということで、事業主を不必要に不安がらせたりせずに、その仕事がちゃんとできるか、面接などでしっかり確認してもらえるように応援していくことが重要です。そして、実際に無理なく活躍してもらうための職場への支援とか助言も大切になってきます。まあ、実際、こういった発想の転換だけで、これまで就職に 大変苦労されてきた人たちの支援がうまくいったと、そういう多くの例が出てきています。就職後、一見自然な形でゴールできたと勘違いしやすい状態は、ナチュラルサポートといって、実は仕事内容や職場の配慮や本人の状態とかが絶妙に調整されていることが多くて、ちょっとしたことで崩れやすいものです。就職後も、 地域で本人や職場の方がいつでも連絡しやす、できる体制を地域の関係機関で連携して整えておくことが重要です。働き盛りで発病して仕事を辞めてしまって、退職前と同じ条件での再就職を希望して苦労されることがあります。進行性の難病の場合、働き盛りの人だと、やっぱり職場でも応援していこうということが多いんですけれども、 やっぱり意外に進行が早くて間に合わなかったということが多くなっています。結構企業の方もテレワークだとかフレックスタイムに関心は高いので支援機器やコミュニケーション機器などとも合わせてタイムリーな情報提供や支援が重要になっています。あと多いのが癌の就労支援ではビックリ退職というふうに言われているもので診断と同時に治療の見通しさえ教えてくれていれば 普通に仕事を休んで復職できたのに、情報不足で退職してしまう人が多いんです。また、難病の人は、ある人が活躍してくれると、まあ、会社としては当然キャリアアップも考えますけれども、その時仕事内容やらストレスを本人とよく相談しないと、それが体調悪化と退職のきっかけになってしまうこともあります。というわけで、 難病のある人が治療と両立しながら職業生活を送れるように就職前から就職後まで医療、職場、就労支援機関などがそれぞれの専門性を生かしながら必要に応じて連携して支援していくとそういう時代になってきています。最後にこの研究班の課題の就労系福祉サービスの活用についてやはりすぐに一般就業ということが難しい難病のある方は多いので 社外的雇用や演説就業の取り組みの中で様々な活用ができることを期待したいと思います。このように難病の就労支援はまだまだ各地域での関係者の共通認識や支援体制づくりが重要な段階です。どうぞよろしくお願いいたします。大変駆け足のお話でしたがご清聴誠にありがとうございました。